마콜라미金曜日の夜をいかがお過ごしでしょうか。金曜の夜といえばね、やっぱり土曜日に向けて映画を見ないといけない。ホラー感感じてます。いや確かにだいぶハロウィンもさ、ちょっとホラー味あるしさ、いい季節だよな、ぴったりだよなってことでね、ラウィンはちょっとねお菓子用意したんだけどさ、なんかそこら辺にあったお菓子パパって取ったら、ジューシーとサワーシガレットと泡ソーダタブレット、全部ラムネ系持ってきちゃってさずっと口の中乾燥するやんこれ。間違えた、しかも全部ソーダよこれ。ソーダ、サイダー、サワーシガレット、ソーダ味、ジューシー、サイダー味、泡ソーダ、なんで味の偏りすごいなそしてお供にはリラックスジャスミンティーとゼロカロリーカルピスを用意しております。これでね、今日はアナベル狩猟人形の誕生を見ていきたいと思います。チョコメ水飲みきった。さーて、ちょっとごめんね、だからさ、なんかラムネばっか持ってきちゃったからさ、ボリ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 落とするかもしれないけど、それは許して。いやー、間違えた、完全に間違えたな、これ。なんでこんなラムネばっか持ってきちゃったんだろう。てかね、多分ね、あれなんだわ、別のジューシーブドウみたいなやつも買ったんだけど、あとシガレットのなんかなんだっけ、コーラ、なんかそっちのがさ好きだからさ、そっち先に食べちゃってさ、前に残ってたのが全部ソーダだったわ。2番手のソーダ、ソーダとサイダー、うま。ポップコーンあるよ、ポップコーンあるけど、なんかさチンしなきゃいけなかったから、とりあえず時間ないしと思ってババってお菓子持ってきたら全部同じようなやつだったちょっと舐めながらいきたいと思いますよ。ということでね、早速準備していきましょう。なんかアナベル人形の誕生はね、狩猟人形の誕生か、なんか結構怖いらしいで。いや嘘か本当か知らないけど、いや言うてこのシリーズ全部怖いしな。最近でもさ、ラミさ叫びすぎなのかさ、ちょっと喉痛め気味になってきてるから、ちょっと叫ばないようにするわ。今日静かかもしれない、ごめんねなるべくね、叫び声を出さないようにする。最近ね、バカでかい声を出しすぎて、喉痛めてんだよね。そう、ちょっといたわらないといけない。うわぁ、これや。こんわ、マジ、ちょっと寝る前にこれ見んの嫌だな。マジか、結構怖いなこれ。怖いな顔が、相変わらず怖いなこの人人じゃないか。オッケー、急ん、あれ待て、ラミぐるぐる入ってるよ、ぐるぐるしてるよ、頑張れ。こっち見えてる ?20 秒過ぎたか、あ、すぎ、とっくに過ぎてるわ。すいません、今32、33、34、35、36、37ということで、ほぼ10秒ぐらいずれております。すいません、申し訳ない。
8秒ずれている。これはもう時計を出す意味あるか？こうあるかな時計。10秒ぐらいずれちゃった。見てる方は、わーはーん、あ、声出さない。普通にこの人形マジで怖いんだよな。デザインが怖い。ジューシー食べます。そう、そもそもの例が前見なかった？見た。え、これ見た？他の映画で出てきたんじゃないの？ここが。最初の映画がこれで、霊媒師側の、夫妻の話だったんじゃない？あ、違ったっけ？人形買ってきたアナベルさんの話だったんだっけ？タイマー止まってるよ。あ、ちょっと待って。これね、ボリボリ言うわ。あれ、この夫婦、あれ、これ見たな。あれ、タイトル間違えた？あ、間違えたわ。ごめん、タイトル違うわ。ごめん、あ、見ました、これ。すいません、申し訳ない。一回止めます。いや、仕切り直し、あえての仕切り直し。見ましたね、これはい、見ました。すいません、タイトルが間違えましたね、これ。いや、そういう伏線かみたいに思ったら、いや、この夫婦出てきたなと思ったよね、今。ちょっと待ってね、今仕切り直すんでね。そういうこともある。うんうん、まあ、アナベル違いってやつですかねアナベル違いしました、今。大変失礼いたしました。狩猟人形の誕生吹き替え版、こっちですね、こっちです。それでは仕切り直していきましょう。アナベルのせいだからしょうがないアナベルのせいなら無罪これ合ってるね。アナベル狩猟人形の誕生、よし、10 11 12 13 14 15。はい、完璧。ストップ終わっても完璧です。シリーズものですか？あ、シリーズものだけどね、あんま気にしなくて大丈夫。一応シリーズで出てくる人もいるけど、ちょっと待って、なんでラミーの画面はぐるぐるするんじゃ。どこからでも楽しめます。どこからでも入れる、アナベル人形。これ人形作りやばい。12歳以下いない、この中に。12歳から下見ちゃいけないよ、これ。
前にさ、アナベル人形の話見たときさ、こんなデザインの人形誰が作るねんっつったけど、まさにこの人が作ってたんですね。32歳か。32歳は大丈夫だわ。12歳からダメだからね。12歳以下は。え、アナベル人形って限定品だったんだ。おお、一体目センスよアナベル人形のセンスよ。しかもこの人形、さっきちらっと出てきた夫妻はもうマジめっちゃ欲しがってた人形らしいからね、これ。わっ、かくれんぼ始まったな。でっかい家。豪華だな。うわ、銃がある、危な。アメリカなら普通だよ。ソファーに銃あるのが？やばいな。この子？この子が発端ってこと？この子がモデルなのかな？人形の。びっくりした。あ、パパなん？ちょっと似てる。ちょっと似てるな。なんかだいぶあれだねそこは足の裏って言えんのそれ靴の裏ちゃう？ちょっと横の人形も怖い。でもお父さんが人形作りの人だから、陽気だな寝る前に聞くタイプの音楽じゃないなこれ。目覚めちゃうやつやもう朝の歌やんお人形ごっこ、いいな。ラミーもしたい。
あの人形そんな人気なんだな。ちょっと流行りっていうのは分からないものだな。ガチ切りやん、パッパガチ切りやん。うわー、いじっぱりだな。ちょっとまさか跳ねられんじゃないこれで。これは絶望ですね。12年後、まさか孤児院から引き取ったんか。これさ、みんなさ、なんて言ってた？このゲームのこと。パックンチョ？パックンチ？パカパカ？パックンチ？パックンチョ？いろいろあるな。この子たちはどういう境遇なんだろう。てか今どういう状況なんだろう。この孤児たちは一体どこに。全員全員ってすごいな。なんかちょっと家ボロボロになってない？そんなことない？いや、なんかやっぱちょっと寂れてるな。あ、パッパや。ちょっとなんか寂しげな顔をしたパッパ。足が悪い子もいるのか。あ、この子が足が悪いんだ。なんだろう、なんか喜ばしくなさそうだな。
あ、孤児院になってんのか、ここが。こんな孤児院ならって、孤児院にしたってことか。いや、でもさ、もともと3人暮らしだったのに随分広いよね。すごーすごーん、完璧やん。すごーパッパ、すごいな。ものづくりの天才やん。拍手が起きる。なんか怪しげな部屋につながってるけど、これでも怖いな。なんかあった時逃げるのになかなか逃げられんやん。ベルト締めないと動かないし。なんかおった？わあ、いい部屋じゃん。お姫様や。わ、なんだ、カーストか。背測ってたやつやん。なんでパパちょっとこんな怖いん？なんでこんな怖いのにさ、わざわざ受け入れたん？あれかな、娘に友達よって感じなのかな。すごー。
荷物少なー。それしかないの？一着しかないやん。寝巻きかこれかみたいな。何それ怖い。あ、ご飯運ぶやつ？やめとけやめとけ。おーい、すごいな、大はしゃぎやん。この子たちはいい関係だな、なんか。結構辛そうだけど。足良くなってきてるってことはかなり前ひどかったって感じだよね。あ、なんか怖いなこの角度。あ、なんか怖いなこの角度。怖いな。ちょっといるね後ろ。驚かないよ。いるからね。これ普通にいるんじゃない？割と鮮明だよ。いない。うわ、何？ああ、いやでもさ、なんかあの娘さんさ可愛くってさ、なんかおどろおどろしい感じじゃなかった。事故で亡くなっちゃったからさ、今んとこなんか怖い存在ではないよね。これ食事って誰が持ってんだろう。あ、奥さん。
仲いいなぁ。ああ、その手の出し方はね、怖いですね。やめてほしい。しっかりしまわないと危ない。私を探して。わあ、私を見つけてきました。それこ怖いな。それ近づいてるっていうの、うわー怖いな。うーん怖いな。うーん怖いな。うーん怖いな。いやー怖いなー。ちょ、焼かないんでしょそこ。開かないって言ったじゃんパパ。なんでパパ嘘ついた？おままごと中やん。何？その箱何？それ何？すごいじゃん。うわあ、こういうの憧れたな。っていうかこの家じゃん。いや、この家のここやん。それは。やばいって。やめたほうがいいって。やめたほうがいいって。どうしよう。どうしよう。どうしよう。あーどうしよう。あーどうしよう。あーどうしよう。いやー無理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 。あの人形にな、あー
の人形あれなんかな、ほぼ等身大みたいな感じなのかな、これ結構大きかったよね。焼くって開くかノックされんで、なんで鍵という概念急になくなったじゃん、鍵の役目。なんですか、パッパッパが怒らん。あーあーあ、やばい、部屋にいることがバレた。いやいやいや、もう怖すぎだろこれ。いや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 、ない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 、怖い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 、パパ来た。もう悪夢だ、悪夢だったと思う。怖いな、でも怖いな、まだ怖いな、まだこの落ち着いた時が怖いんだから。人形いなくなってるやん。そもそもこの貼り付けられたあれこれは何なの。逆さ十字、井戸？え？奥さん、仮面かぶってんの？なんかいじめられてるなぁ、ちょっと。昨日のことを言っちゃうの？何した？2週間前は。
ね、その前にこの中にいるっていうそこら辺の手紙の下りをちゃんと。正論パンチマンだな。いやでもちょっとこれはちゃんと話があるんや。子供だからうまく話せてないだけで。結構あれだな、厳しいな。何？それがどうしたの？あ、そこに部屋があるっていうのが分かったのか。人形工房やん。入っていいの？怖い怖いって。かかしよ。かわいそうにこのかかし言うてませんけどみたいな、勝手にいやらしいことを言わされたことになってしまった。うわ、見つからなそう。そこてかすっごい広いな意外と。なんだあの赤いボタン、押したくなる。え、なに？あれ人形じゃん。あれなんでこんなとこにあんの？何勝手にバラク映り込んでんねん。
こういう眉毛が素敵。何持ってんの？怖いな。あ、さっき直した工具か。勝手に変な噂話作ってます。真っ先に消えそうな2人。真っ先に消えてほしい2人ではなく。ガーってくるだろうな、これ。ちょっと待って、怖いわ。ちょ、前怖いわ。ちょっと離れる。来ますね、これ絶対ガーってくる。それ本当に奥さんですか？あ、待って、怖い。来るな、これ。フラグ立ってる。フラグが立ってる。絶対いる、絶対いる。おー、目つぶってた。そんな変な噂話してっからだよ。この子たちそもそもいくつなんだろう。上の子大体どのくらいなんだろうな。結構だよね。高校生ぐらい？もうそんな感じだよね、高校。15くらい？いやー、17ぐらいじゃない？ちゃんと生きてた。人形かと思ってたけど。てっきり
あ、なんかお面してる。あれ、もしかして奥さんもその時ちょっとやっちゃったのかな、顔を。事故で。うわあ、等身大ってわけでもないな。一回りぐらい小さいね、人形のが。持ってきちゃった。いや、あかんやろ。またそうやって罪を一つ重ねていく。あ、なんか怖い、目光ってるよ。寝る前の音楽。で、こんなん、どういうことよ。お父さんが開けてんのかな。で、この子もよく入ってくるな、あんな怖いことあったのに。普通にあるやん、この人形。しょっちゅう移動するじゃん。いや、弾が当たったからじゃない？可能性としては。あなたが当てたから顔がクルンってなった可能性。そりゃ怒る。いや、怒るだろう。怖いな、怖いな、その顔。顔を絶対こっち向くでしょ。何？いつ？今日って。いや、怖すぎー。勇気ある。
あるな、この子。冷静だな。いや待って、よく考えよう。これはもうもはや、これは娘さんじゃないよな。そういう姿に見せかけたバラクってことよな。多分あのお父さんも何人の命を、魂をバラクに授けたら娘の魂を戻してやるみたいなこと言われたんちゃうの？しないと、シートベルトしないと動かないんですよ、それ。聞いたでしょ。そう。ああ、でもこのゆっくりさに、なんかそわそわする。これ下で待ち受けてたらどうすんの？もう下行って上行っての繰り返しだよ、朝まで。もう叫びな、そこから。誰かーっつって。最悪です。叫んで。もう逃げよう、シートベルト取って。そうそう。ねえ、降りる勇気。いや、怖いて。何？どっち？生きてる？よかった、生きてた。しかも割と元気そう。なんだ、手作り車椅子だな。
うわー、両足いっちゃったか。ってね、ポーンってい、や心もだいぶ来てますけどね、どう見てもこの人なー、ちょっとなー、もっと信じてあげて。完全にこの子は体が弱かったかもしれないけど、今心を弱らされてるんですよ。パパは何にも知らないんだな。事故は避けられない。なんかマンマが怪しいですね、これ。マンマが呼び寄せてませんか、バラクを。だいぶ心が来ちゃってますね、これは。この子もなんかけなげでかわいそうなんだけどな、いい子で。全部ジャニス1から10まで全部ジャニス。ジャニス、なんかジャニスがもうさ、自分の死を悟っちゃってない？ちょっと。なんかこの子もういなくなるフラグだな。大丈夫かな。不安だな。いやもう完全に縦に来てんだよな。大丈夫か。あとはもう回収するだけになってるけど。
狙いに来たか、今度はこっちを。でもこの子もちょっと狙われてるよね。階段下のあの剣もあって顔にぶつけるから、ちょっとそれも怒ってるかもしんない、あいつっつって。うわーやめなー、そういうところから見んの。すっごいリラックスしてるじゃん人形。開けるなよ。いやもう普通に開けるし。うわーうわーやだ。あそれ持ってきた、一回当ててるからな。それでもうどうにかなる相手じゃないぞ。でもレシューオッケー。うわ逆に返ってくるぞこのボール。あそっか、うわ釣りですか。あなになに、怖い怖い怖い。クイってなるよ多分、クイって釣れちゃうよこれ。引きがほら、ヒットです。え、怖っ。いやもう捨てな、それ手に持ってんの。ああ、閉めよう。ドア。ああ。ああ、下に入り込んできたけど。うわあ、やだやだ。やだやだ。やだ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 、いやダメだよ、絶対覗くなよお前、覗くなよ。うわバカ、もうこわあ、いや怖い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 。お、しっかり寝とるやん。あー怖い、何もいなかった夢だったのか。もうダメだ、心がくじけてしまってるよ。
まあ大事だからね、日光、日光は大事ですよ。あーなんか辛いな、でも。危ないですよ、これ。なになに？なになに？あそこに突っ込まれる感じですか？ああ、誰？お母さん？誰？あれ、バラク？扱いがひどい。子供になんて仕打ちを。何、ご飯の時間だよっつって。いやーもう無理無理、しんどいや、ジャニス、終わったな。あー、なんか、察してる。バラクです。あなたも見たじゃない。おい、こいつ最低だな。こいつ嫌いだわ。ストレートに。いや、この状況だったらさ、大人だったらさ、一緒に寝てあげるのが優しさなんじゃないですか？なんで一人に住んであんなちっちゃい子。いや、ドストレートに嫌いだわ。不器用だな、パッパ。
タッパーはいい人なんだな。くれるの？あ、くれない。優しいな、パッパ。そんなこと言われても。パッパなんか知ってるな、やはりあの人形についてることを。奥さんもなんか奥さんとの話で、これまでも今までもなんか何もなかったじゃないかみたいなこと言ってたから、なんか身に体験はしてるんだろうな、ちょっと。いや、パッパは死なないでほしい。ああ、早速おるやん。全然隠れる気のない。これ絶対奥さんやろ。うわー。うわー、歩いてる。あー、もうアウトです、バラクです。すごいパパ勇気、勇敢だな。あー、痛い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 。もうこの家に味方はいない。やだな、指一本ずつ折られてさ、多分さ体のいろんなところの骨もちょっとずつ折られて死んでってんだよ。あれ怖すぎる。死にたくない方法トップ3ぐらいに入るよ。もう人形抱っこしちゃってるやん。だってやめな、そいつもうダメだから。ドドドすぎ。
とかなるって。いや無理だって無理だって、どうにもならんってそれ。まだ可能性はあるのか。捨てる気なのかな。うわ、燃やす気や。事件や。奥さんは大丈夫なのかな。本望だったのかな。あんなに長く連れ添って面倒を最後まで見てくれた旦那さんがあんな風にさ亡くなってさ。あ、井戸に捨てるつもりなのか。あ、大丈夫ですか？それ。あなたも落ちませんか？この子はこの子で必死ないよ。自分の友達を。あー！早く落として！吐く。よし。あかん、覗いたら、覗いたらあかんって。あかんって。あかんって。危なー。いやでもこれでやっとシスターも分かったことであろう。ああ、いや燃やそう。でもそこあれなんだね、あんな深いのにそこ手届くギリギリなんだね。ジャニスでした。その反応は何？ラミバレでしたね、これは。でもこの時怪我してない。犠牲だったのかな、顔半分は。
そうやって餌をチラ見せして、なんかガチの悪魔おったやん。逆に嫌すぎる自分の娘の姿で、そんなの。嫌すぎる。すっごい背高いし。で、顔半分やられたのか。それ効果あったんだな。でも十何年間も、12年間ここに閉じ込めておけたんだから、すごいな。だったらもう部屋ももっと頑丈にしておくべきだったよね。絶対に入れないように。パッパはさ、自分の作った人形にさ、愛を込めて作った人形がこんなことになって、またそれはそれで辛いだろうな。ああ、もう立ててる時点でおかしいと思ってください。何？うわあ！普通に危害加えてきた。奥さんはなんで寝たきりになっちゃったんだろう。体が動かないレベルまで魂持ってかれたのかな。魂っていうか体に損傷を受けちゃったのかな。
あー来るよ、ボキ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 って。サイコパスやん。もういわくつきもいわくつきの人形すぎる。なんであの夫婦はこんな人形を手に入れたかったんだ。意味がわからない。ちょっと調べりゃわかりそうなもんだけど。うわ出た、かかし。うわ動いてる。これはお前が悪い。勝手になんか変なこと言わされたみたいになってたから怒ってますよ、そりゃ。バーンってくるんでしょ、バーンって。ほらね、ほら、なんだよ。何何、どこどこ、それ。あー、なるほどね。あそこあかんとこ。何何何、あー、はりはり、あー、こいつはカカシの罰です。大丈夫？本当にそれはカカシですか？あなたは幻覚を見せられているのではないですか？ああやめてください。ああバカ、ドジっ子。もう戦うしかありません、その棒で。うわー本体出てきた。勝ち目ないやろこんな。バラクじゃないですね今回。このド悪魔ですね、普通の。俗に言う悪魔。ああ、一個ずつじわじわ。あ、バカバカバカ、そんなことしてる場合じゃない。あつあつ、ビリ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 来ない。ここは怖いよ、怖い怖いよ。高いとこ乗ってんの怖いよ。はいはい、振り向けばそこに。あーあー痛い。ガチ悪魔や。
といえばこれみたいな悪魔だ。ディアブロ確かにディアブロ味ありますね。バラクよりは弱そう。いや、まあちょっとこいつが下級だとしたらバラクは上級だね。本当に損したらなしですか？頑張れ、頑張れ 助けてパパス パパスダメだよ。あー、逆さ十字でもない十字か、なんとも言えない十字。ああ、十字架です。それだけちょっと十字架かどうかわからない。バッテンですね。あっち。怖くない？それ。自分の方来てない？来てません。折り返してません。ああ、誰の上半身？めっちゃゾンビものやん、それ。誰？お母さん？ママか？ママ、お前、そんな姿になっちまって。さっきまで貼り付けにされてたのに。やっぱママのとこに返される。強っ あいつ物理弱すぎでは？いたってなってたけど。ああ、もう一回踏もう。そいつ物理に弱いから。天才では、この子。ちょ待って、いや、油断できない。油断できないんだよ。こう、落ち着いたと思ったら来るから。もう散々見てきて分かってんだから。いませんよ、みんな。それどころじゃなかったんだから、みんな。何の音？
コパスやん。あの部屋に隠れるべきでは。いっぱい聖書が貼ってあった、あそこに。そこです、そこ有効です。いや、ちゃんとドア閉めて、怖いから、ちゃんと閉めて。いるやん、バレてますやん、場所バレてますって。もうそれがそこにいるってことは。ささやかな抵抗ちょっとあっち向いて、あおやっす。でもさ、結論あそこ開けなきゃいけないんじゃないの？わあ、おこの家崩れる。連動して崩れるの。あ、4人いるじゃん、ちゃんと。結局そこ開けることになりますよね。そりゃそうだよね。うわー、いなくなってるやん。何その穴、何その穴。ジャニス野生児すぎん？壁に穴。一応足悪いんですよ、両足。あー、持ってきちゃってよそれ。いや、もう絶対嘘、信じられない。
凶悪な顔しとるもん。いらないだろ。いや、あんなこと言う神父は信じられませんね。いや、結局さ、パッパはボキボキにされて死んじゃって、お母さんは一度狙われて寝たきりプラス目玉持ってかれた上に体半分にされて、散々だな。で、ジャニスは一人あんないい子なのにやはり連れてかれてしまった。いっちゃん関係ないのジャニスよな。被害者よな、唯一の。だっておとんとおかんは自分自らちょっと悪の道に手を染めて娘を呼び出そうと悪の契約をしてしまったから、まあ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 、まあ、しゃーなしという点もあるけれども、ジャニス関係ないもんな。しかもいい子だったし、大人だったし、何かを察していたし、いっちゃん関係ないのに。あれれれー、あれれれー、ジャニス、アナビル、これがアナベルなんですね。アナベル人形のアナベル。ジャニスは一体どこに行ってしまったんだろうか。しっかり成長しとるやん。悪魔この世界楽しんどるやん、しっかりと。え、そういうこと？これ、そういうこと？これから始まるわけか。アナベル人形につながるのか。わあ！いや、なんか、これね。っていうと、お隣さんが聞いてたところから始まんねん。あれ、ここからアナベル人形始まるな、完全に。これ、さっき一番最初にラミーが間違えて見せた夫婦です。すごい、逆に繋がっちゃったな、これ。いや、なんか前に見たそのアナベル人形の時は、刺した娘さんのアナベルと、その、彼氏なのか旦那のか知らないけど、あの二人がその闇のそういうのにハマって、なんかお母さんたちを殺したみたいなことになってたけど、違ったんだな。詰まるところジャニスだったってわけよ。アナベルちゃう
ジャニス、元はジャニス、そしてその元はあのディアブロのようなあのごくすごいあのザ悪魔っていう悪魔だったっていう。いやバラクは今回出てきてない。バラクはでもさっきシスターの写真に一瞬写ってたあのちょい見せバラクがあったっていう。なんだろう、実はここにバラクいるよみたいなちょい見せバラクがいたけど、まあでもバラクからしたらあの悪魔だって名前ついてないしな今んとこ。いやーでも結局のところすごいな、あの中級悪魔っぽいやつは何人魂食ったんだ。1,2、これはどうやってあの夫婦が手に入る入れることになったんだろう。怖いですね、そのあのあ、やめてもらっていいですかそれ。あ、やめてー。あーしらってこっち見てきたな。いやまあでもすごいよな、それなりにすごいな、この司令官っていうのは、司令官っていうのは、司令官っていうのは基本的にバラクとこの中級悪魔で成り立ってるからな、ほとんど。だってバラクかそうじゃないかじゃん、ほぼ。あとはなんかその食われた魂たちがちょっとなんか出てきてるけど、せっかくならこいつの名前も知りたいよね、この中級悪魔っぽいやつ。むしろこいつらが主人公。まあ序盤なんでバラクになったんだ。今でもさずっとさバラクターン入ってるじゃん。でもアナベル人形に関わるものはこの中級悪魔ターンだから、せっかくならこの中級悪魔もさ、だってあの夫妻のところでさ保管されてるやん、アナベル人形。あれはなんで大丈夫なんだろう、あそこのなんか悪質じゃないな、なんかちょっと趣味の悪い悪趣味な道具たちが置かれてる部屋の奥でガラスケースに座らされてるやん、アナベル人形。しかもあいつまだちゃんと魂、悪魔の魂入ってる感あったじゃん、ショーケース。そうショーケース、聖なるアクリルケースなあれ。強でも一応封印したっちゃ封印したのか、神父さんが吹っ飛ばされて何の役にも立たず結局あの夫妻がというか奥さんか、あでもそうか、あの旦那さんかが命張って封印はしてるから、結局今回もそうだけど、今回も神父運転してただけなんだよな、運転してあの呪われた屋敷に連れてきただけだったんだけど。あと最後もこの人形にはもう悪魔いないから大丈夫っつって、なんだら早い者勝ちだぞとかって言ってたけど、なんだろうこのシリーズにおいて神父のあまりにも役に立たなさがすごいんだけど、なんでなあまりにもみんな役に立たない。ということで終わりましたけれども、いやーもう1時ですよ、ちょっと
恐ろしい。こんな映画を見た後に一時というおそましい、今から寝なきゃいけないの嫌だな。寝られそう。いやでも寝ないと明日がまた明日がありますから。ちょやばいな、明日大丈夫かな寝れるかな今日の夜。怖い、ね、怖いな。なんかさ今日さ、なんならさ何が嫌だってさ、寝るシーン結構多かったやん。全然関係ない雰囲気で終わるんだったらいいけどさ、寝るシーン多かったからさ、なんかさ怖いよな。しかもさ最近ね気がついたんだけど、マジでミルクがさ朝ベッドの上に乗ってきてさ、結構起きて起きてしてくるんだけど、ね最近ね悪夢見ることがすごい多くなって、なんでかなと思ったら寝てる間に乗ってんだよね、このなんか胸の上とかに。いや道理でまだな。今日もさミルクがさ来てさ、いやミルクかと思ったらお前ミルクじゃないんかいみたいなことになったらどうしよう、マジで怖い。お前バラクかいみたいな。明日キンピラになって配信してんのはラミーじゃないかもしれない。そうバラクかもしれない。心の弱い雪見さんはラミーに魂を持っていかれないように注意してくれということでね、また明日、明日というか今日か、今日の1時にお会いしましょう。じゃあ喉が心配だな。ちょ日曜日本当はジャッジアイズやって夜コラボやろうかなと思ってたんだけど、ちょっとコラボだけにしとこうかな。ちょっと喉が不安だな。なので2回行動しようと思ってたんだけど、あまりにもジャッジアイズがやりたすぎて喉がね今もちょい痛めなんで、明日もちょっと控えめにするかもしれない。まあでもね、長くジャッジアイズが楽しめる、そう思えば辛くないってことで、また明日じゃない、今日1時12時間後にお会いしましょう。おやすみ。やばい、ね、どうしよう、マジで寝れない、本当にどうしよう、怖いね、どうしよう。あはやだな、ちょっと今日じゃなかったな、今日じゃなかった。いやでも残るあと2作、見ないといけない。おやすみ。